皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回は新商品テンパスタッチをご紹介します。以前から発売されているテンパスシリーズ、これまでに小型で場所を取らないテンパスと4本巻きでありながらコストパフォーマンスがいいテンパス4が発表されていました。今回はさらに進化したテンパスタッチです。デザインはテンパスと変わらずカーボン柄を採用しています。大きく変更されたのは電源スイッチ、回転モードと回転数を選ぶ TPD スイッチが前面についたことです。 LED でモード切り替えが分かりやすくなりました。テンパスタッチという名前の通りタッチパネルになっています。時計の装着部分もリニューアルしました。布クッションから時計ホルダーに変更しました。拡張アダプターが付いているのでお時計のサイズに合わせることができます。バネの力でお時計を固定します。腕周りの最小はおよそ150ミリ、最大はおよそ210ミリまで巻くことができます。装着方法はまずホルダーを指で縮めた状態で横からスライドするように装着します。ゆっくりバネを元に戻して固定します。ホルダー横の爪がカチッとなるまでワインダーの中へセットしてください。本体が一回り大きくなり、ホルダーが変更になったことでフロントカバーとの距離が広まりました。休止時やスイッチオフで開始位置に戻るセンターストップ機能が追加されました。フロントカバーで停止した場合はセンターストップは機能しません。長寿命でより静かなモーターに変更、寝室でお使いいただく際にも安心してご利用いただけます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。